死っていうのは最近よく考えるんですよね。まあ死を考えるって結構好きだったんです、昔から、中学生ぐらいから。でもあんまり人って死っていうことについて考えないから。でも死っていうのをね考えるとやっぱり充実しますんです、人生が。最近まあ山にチャレンジしてるんで、まあいつ死んでもおかしくないわけですよ。まあもちろんね、いつ死んでもいつ、簡単に死なないような方に教えを受けて、まあもちろん死のうと思って言ってるわけじゃないんで、絶対に生きて帰ってこようと思って言ってるんですけど、こんな今レジャーだと言われる時代でさえ、まあ、山にチャレンジすると死ぬこともあると思うんですよ。でもね、やっぱり死んじゃいけないと思ってるんで、うち子供3人いるし、ね、